秦野駅北口周辺のにぎわい創造を目指す社会実験、秦野の未来ラボの一環で、マホロバ大橋から秦野橋の道路を封鎖してイベントが行われました。このイベントは地域の自治会や商業者、さらには民間企業や学生らによるワークショップでの発案により開催。水無川や丹沢の景色とともに飲食や音楽を楽しんでもらおうというもので、11月18日と19日の2日間本町地区の飲食店を中心におよそ20店舗が出店しました。18日はこの日限定のエアートランポリンに加え、ボクシングやハンモック体験で子どもたちが楽しむ姿も多く見られました。寝てるとね、羊毛の柔らかさとかで気持ちいい。ちょっと寄ってみた感じなんですけど、でもすごい楽しくって、子供と一緒に遊べるのでいいなって思います。今回の社会実験は2日間で2500人の人出となりました。